経営のヒントプラス604回目続きものになっておりますので、602回、603回を聞いていただいた上でこの604回ですね。あとはもう一個重要なんですけど、危機管理です。財務といってもさっきの管理会計のもうちょっとコストかかりすぎて今月やばくないっていうようなものも含めた財務だ。あとは労務ですね。今の時代パワハラとか辞めた後訴えられますから、もしくは法務的なリスク。僕は化粧品をやってきたんで例えますけど、薬機法とか最後刑事事件、例えば痩せるとか治るとか言ったら、それぞれの領域でリスク管理をして、これは何も幹部がするわけじゃなくて、それぞれの専門家と定期的に相談をしたり見てもらったりしてセカンドオピニオンをもらうっていうことです。もしくはそういうふうに相談をした結果、今は大丈夫だけどこういうリスクがありますよっていうのを事前に聞いて、あとは情報セキュリティ管理、よくある顧客情報漏れました、これちっちゃい会社だと一撃で終わりますから、ね、大きい会社でもきつい、まあ、現実なかなか難しいですけど、それを幹部がいろんなことをやろうとしてるかどうかってだいぶ違いますよ。あと必要なのがコミュニケーション能力、まあ、社内もそうですし、対取引先との良好な関係もそうですし、組織を引っ張っていくような統率力もそうなんですけど、一番重要なのは調整力だと思っていて、利害関係の異なる意見を調整する。例えばシステム会社だとシステムを作る方と営業って大体揉めますよね。結局営業ってシステム開発の受託とか取ってこなきゃいけないじゃないですか。そうすると本来1ヶ月かかるの、いや1ヶ月かかるんだったらお宅に頼まないよと、2週間だったらいいよ、取ってくるじゃないですか。でこっちはいやいや2週間できねえからと、いやいや2週間でやんないと売り上げ立たないんだよっていう、だって揉めますよ、納期とか条件で、っていう異なる利害関係を調節しないといけない。全部1ヶ月ってやってたら営業は取れないんですよ。3日でやりますって言ったら取れますよ、でもできないんです。部署内の利害関係とか誰と誰が仲悪いとかいろんなのを調整する、一番はこの調整能力なんですよね。どっちの意見も聞くというか、特に営業側と事務方とか在庫調整したりとか、事務方の人とか何か作ったりする方と、社内でやる人たちと対お客さんっていう人たちって大体ぶつかりますよ。どっちもお客さんのためにやればやるほどこっちきつくなるしっていう、これを調整するのが幹部の仕事なんです。だから幹部が鬼になる、本当に売り上げを上げたいんだったらシステムを作ってる部署の人にしばらく徹夜になるけどごめんっていう、結構厳しいことを言って、で仏の経営者がたまに来て、会社のためだからとか頑張ろうよ、はい、ルールがね決まってんだよ、どういうルールにしたらいいのかなって具体的なのが分かります。 あれです、 KPI とか数字全部です。しかも、はい、結構頑張んないといけないやつ、できれば全部、はい、数字、はい、はい、納期とか何日以内とか、それが厳しくて無理ですよ、でもルールだからさ、ボーナスにも反映するしさと、で場合によっては幹部はまあもともと社長が決めたことだからさと、うん、はい、それも含めてコミュ力とか調整力なんです。そういうこと必ず必要なんです、無理させたりとか。であとは最後ですけど、新規案件を持ってくる能力です、うん、新規事業のネタをできれば幹部が持ってきたらもうそのまんまその人を社長にさせると。でそのためには最新のトレンドが分かんないと難しいじゃないですか、うん、あとは法律改正とか時事ネタとか、はい、場合によってはすごい重大な事件が起こると、うん、まあ、ビジネスチャンス生まれたりする、うん、じゃあある事象を見た時にチャンスだと思える人と思えない人がいるわけです。その差は何だろうと思ったかというと、まず需要と供給、これがずれてるっていうことがビジネスチャンスだっていうこと自体をそもそも理解するっていうことと、もう一個はビジネスモデルのパターンが分かってないといけないと思ったんです。つまり、はい、何かをチャンスだと思えるには、はい、これを誰かとジョイントベンチャーすればこの事業でできるなとか、マッチングみたいにすればできるなとか、どっかから商品仕入れればできるなとかっていうビジネスモデルのパターンって決まってるじゃないですか、はい、そのパターンがないと見た時にこれビジネスになるなっていう、ビジネスになるなと思った時は何かのパターンを元にチャンスって思ってます。そのパターンがない人って気づかないですね。ビジネスになるっていうのの中には、世の中に流行ってるビジネスモデルをあれと同じのをこの業界でやればいいんじゃないかっていうのも含めて、やっぱりそれビジネスモデルが分かってるからじゃないですか。っていうのと、もう一個は必要なのが、マーケティングの手法が理解してないとそもそもビジネスが分かんないんですよ。どうやったらお客さん集められるのか、パターンを何個分かってるからなんですよ。例えばリスティング広告とか SEO とか YouTube とかで動画チャンネル数を増やして、例えばリストを取って物を売るでもいいし、インスタでフォロワー増やしてもいいし、ファックス DM でも電話営業でも飛び込み営業でもいいんです。もしくは資料請求をさせて、その後にステップメールで売っていくでもいいし、 LINE 登録させてもいいんですけど、そのパターンとビジネスモデル両方がきっ
ってれば知ってるほど発見できる。そうですね。なんでビジネスモデルだけ分かっててもマーケティング手法が分からないと、この需給のズレを元にしてもチャンスだって思えないんですよ、うん、この2つが必要なんです。そういう新規案件に気づける、うん、この辺の能力を全部必要なので、全て文章化するということです。幹部に求めることを明確に言語化することが第一歩って言ったじゃないですか。で、これのほとんどが定性なんですよ。定量とか KPI とか事業計画ぐらい、それ以外定性なんです、ほとんどが、うん、最低でも今言ったところを全部文章化する、できる限り細かく頭に入ってること全部、それもやらないのに幹部が何ぞやっていうのを伝えてなかったら、幹部に抜擢された人が思う幹部とトップが幹部に期待してるやつがすり合わせができないんです。立場が違うから、共通言語が見えてるところが違うから、分かるだろうが通じないんです。最後に出てくるのがお互い分かってくんない、このズレは明文化、それがないからなんです。経営者が幹部に伝えたいことが実行ベースで具体的になってないと、今言ったことすら抽象的じゃないですか。今言ったそれぞれのことをもうとてつもない量があるわけです。調整って言っても社長がもともとやってた調整って死ぬほどありますよね。それ全部書くってことするととてつもなく膨大になる。これをやらないのに幹部育たない、分かってくんない、能力がない。能力がないのは社長ですからね。育成する能力がないって言うんですよ、うん、なので今日のお話本当に重要で、幹部を目指す人はめちゃめちゃいいんですよ。少なくても今言ったこと最低限なんです。もっと社長独自の考えってあるじゃないですか。それはもっとたくさん加わるんですけど、今言ったことどんな社長でも幹部に求めることなんです、うん、最低限これをやれればっていう必要条件なんです。これが分かって、やっぱ新人の頃から幹部になるにはこういう能力必要なんだなって分かってるかどうかだけでもだいぶ違いますよ。もう出世が早いですよ ね。めちゃくちゃ早くなりますよね、はい、そんなのを会社で教える人たちいないんです。なので僕は誰が聞いても、幹部が新人が聞いても全員に役に立つということで話をしたと。で、あと、まあ、最後になりますけど、育成のポイントっていうのが、721の法則ってあって、70% ってのは実務経験ってことです。2割は経営者から指導ですね。あと 10% は自分でのインプットです。でも実際はほぼ実務経験、つまり現場で失敗する。失敗というか、どうしようどうしようって苦しんで苦しんだ結果、いろんな会社の研究をした結果、じゃあ自分の会社でできるのはチャットワークはできると。じゃあどうしようっていうふうにして、もう考えて考えて、で、やる。社員たちしらける。そういうものって1ヶ月ぐらい寒いんですけど、慣れるんですよ。っていうような風にしてもがくっていうこと。あとは経営者がこのセミナー行けって言っても全く意味ないですよ。人事評価、本読んでも全然わかんない。もうこれ絶対必要でやばいと。じゃあなんかそういうセミナー探したらやってると。内容的にもなんか良さそうだ。行こう。だから意味があるんですよ。自発的にさせない限り、一番これ以上意味がないのは、幹部養成セミナーに経営者が行かせるっていう。行ってこいって言って。はい。やばいですよ。それでなると思ってたら。何かは学べると思いますよ。でも、行けっていう時点で、なんだかなって。土日だぜと。くっそ忙しいのに、どうなるかっていうと、講義受けてる。その間に仕事じゃないですか。普段の仕事がある。だから、基本的に外部に任せたらダメです。社長しかできないんです。あともう一個ダメなのが、外部のコンサルを入れるっていう場合、これもね、うまくいかないです。どうしてかっていうと、コンサルの人、社長が言えないことを私が言います。厳しいことを。これがなんでうまくいかないかわかります？確かにきついことを言ってくれます。でも、そのコンサル誰が雇ってるんですか？社長が雇ってますよね。結局社長が言わせてるのと一緒じゃないですか。成り立たないんです。代わりに言わせるっていうのが。一緒にやるのはいいですよ。まだ。でもそういう人を入れたら、社長はもう仕入らないでうまくいったっていう事例を一度も見たことがない。だから経営全般に関する知識から経営確立案とか、あれを書き出すだけでも膨大な量になります、うん、それを数ヶ月かけて、僕が最低でも言ったことを全部作り込む、うん、プラス社長独自のこと、社長だけが考えてること、いろんなこと、それも言葉にして幹部にやらせる。最終的に絶対やらないといけない。会社売るんでもこの育成をしとかないと売れないし、継ぐ人がいないんで会社終わるだけなんです。ってことは育成は避けて通れないんで、もう会社を量産できる人たちっていうのは、この育成自体をマニュアル化しちゃうんです。これも何回かやると同じなんです、実は。これ自体がでも試行錯誤してトラブルっていうこと自体も同じなんですよ。確かにつまずきポイントとかも似てきますよね。できればそれも先に教えてあげて、分かってて転ぶのと、うん、大丈夫と思って舐めてて転ぶのって全然違うじゃないですか。なんで今日のお話は本当に途中途中止めていただいて、テキストベースのもの資料とかないので、僕は喋っちゃってるんで、必要なところは止めてメモを取りながら、僕が言ったことが絶対ではないです。ただこれがそもそもないと話にならないんで、できればこれプラス経営者独自のこういう能力が必要だろう、もしくはうちの会社だとこういう能力もないと回らないだろうなっていう、そういう視点
を持っていただきたいなと思います。初めてですかね。3回に分かれたのはそれぐらい重要な内容ですので、何度も何度も聞いて僕が喋っている意味をですね、最後まで聞いてもう1回聞くと多分分かると思います。ですので聞いていただけると嬉しいです。もうこれは今会社員っていう方も経営者の視点分かるようになるので、はい、絶対聞いてます。あとこういう視点を持ってる若手の人はいないんで、出世を考えるんだったら無双状態だと思います。早いです。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。